の軍略今日も冴えてるぜ。主家筒石が国を追われ、流浪の島左近は軍略を学ぶため武田信玄のもとに帰宮。信玄の上洛軍の中にあった。上洛路にあった徳川家康ははじめ自重し籠城をしたが、信玄の策に乗せられて突出、絶体絶命の危機に陥る。主の命を救うため家康の家臣たちが三河武士の意地をかけ、私兵と化して武田軍に猛反撃を仕掛けてきた。信玄公の軍略、とくと学ばせてもらおうかね。外伝、三方ヶ原の戦い。俺の軍略、狂いはないぜ。勝負は決したか。元はまだまだ若い。ああ、と行くかな。俺は死は左近、信玄さんの軍略をしたってまいった。この死は左近の名というか、優れた軍略だが、存分に働いてもらうぞ。敵将を討ち取ったね。見事だ。しんがりは拙者に任せるよ。拙者はここで敵を食い止めた。半蔵、殿を頼む。しかし本田平八郎を戦つ。今より七に入る。敵将を討ち取ったね。さすがだな。この戦勝ち目はない。我らも一度。敵将を討ち取ったね。我らも続くぞ。まあ、ざっとこんなもんです。を倒したか。あっぱれや。敵将を討ち取ったね。うん、
さすがやな。ざっとこんなもんです。この先は敵以外の方がお注意。信長様に感謝するんじゃな。
略すること非難を取り、敵を引き潰すまでよ。ざっとこんなもんです。尋常に勝負。No!
浜松城へ帰るぞ。見立てた通りだったな。